そんな中、はい、こんな話題もありました、うん、父親あるあるランキング発表。何？6月18日が父の日ということで、うん、キーボードアプリしめじがお父さんのあるあるに関する調査を実施し、うん、その結果をランキング形式でトップ10を発表、うんうん、3位、たくさん豆知識がある、うん、2位、お母さんに聞いてが口癖、なるほど、ね、1位、いびきがうるさい、はい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 、という結果、うん、これはどうですか、共感できますか。まあそうね、いびきは分かんないけどね、いびき、まあそうね、そう、多いんかな、やっぱお父さん、お母さんに聞いてとかはそうかな、言うな、うん、あ、言われてた、なんか言ってたかもしれない、うん、いやこれやっぱ子供はこれ覚えてんだな、響いてんだな、うん、これお父さんあるあるなんかありますかね、お父さんあるある、あ、なんかその車運転してて、はい、なんかちょっと危ない運転してる人となんか接触しそうになってするじゃん、うん、なんか、うん、あと、うん、自分が優先なのに向こうが出てきたりとかするじゃん、うんうんうん、で危ない瞬間、そう、それを運転してるのがおばさんだと、うん、だからおばさんはずうずうしいんだよなっていう岩井さんちですね。それは岩井さんちです。岩井パパの話ですね。それ多分本当おばさんの運転はずうずうしいよねって言わないです。うちの父親は絶対に言わないです。それは言わないですか。言わないです。うちの父親ペコペコしてますね。そういう時も。それもちょっと父親によるかもしれませんね。確かにね。パチンコ屋に歩いていかないと勝てないと思って。それ岩井パパの、うん、岩井パパのジンクスみたいなその願掛けですね。あとパチンコ行くまでに金使うと勝てないと思って、うんうん、その息子岩井が言う、うん、岩井の言うところ その運営が見てるみたいなことでしょ。そうそのなんかパチンコの神がみたいな、うん、のためにということですか、ね、というね、うん、それちょっとなかなかこのランキングには入ってこないですね、うん、ちょっとその辺はね、そうですか、うん、あるあるっていうのはね、ということで今週もよろしくお願いします、はい、お願いします。ヤングスキニーでゴミ人間俺、あのー